ない日常がどうしてこんなにも幸せなんでしょう。何がこんなにも幸せを感じさせるのでしょう。山の木々、山の岩、山の風、とても胸がときめきます。世界が自分たちだけのものになったように感じます。僕のこの森は美しく、とても平和で、とても素敵な森です。皆さん、去年の夏より京北の魅力を発信するための YouTube を始めまして、たくさんの方に見ていただき、またたくさんの方に京北に来ていただき、本当に本当にありがとうございました。まだまだ京北の魅力たくさんあります。これからも魅力を伝えるために発信をしていきたいと思い、またこの京北を守るためにチーム一丸となって頑張っておりますので、皆さんの応援をよろしくお願いします。京北に来てください。待ってます。